こんにちは。本日の動画は最近注文いただいたホルスとウロボロス、この2種類のフレームのカスタムの作例を紹介します。ぜひカスタムの参考にしてみてください。それではどうぞ。こんにちは。モンキーフリップサルチャンネルへようこそ。工場長の加藤です。このチャンネルは愛知県名古屋市にあるモンキーフリップというメガネ屋のスタッフがそれぞれの視点でメガネに関するいろいろな情報をお話ししています。毎週土曜日は私工場長がメガネカスタムのすすめということで、メガネをカスタムするとはどういうことなのか、そしてメガネのカスタムには一体どんな種類があるのか、そういったことをお話ししています。今回の動画は先月の、10月の1日ですねにリリースした一番新しいオリジナルフレーム、ホロスとウロボロス、こちらのお客様からいただいたカスタムの作例を紹介したいと思います。一本の動画で収めるのはちょっとね数が多いもんですから、今週と来週と2回に分けていろいろとね紹介していきますので、ぜひカスタムの参考にしてみてください。それでは1本目。1本目はホルスの C1 のブラックです。こちらのフレームは、全部全てフロントもテンプルも黒一色なんですけれども、この黒一色の中にラインストーンを入れることでそれがアクセントになってます。右のテンプルにはレッドのラインストーン、左テンプルにはブルーのラインストーンが入ってます。右から見た感じと左から見た感じでちょっとだけね印象が変わるのが面白いかなと思います。続きましてウロボロスの C2 番、ブラウンデミのフレームになります。右のテンプルのヘビの目の部分、こちらにレッドのラインストーンが入ってます。サイズは SS ですね。一番小さいサイズになるんですけど、多分これが一番ちょうどよくって、これのもうワンサイズ上げた S になるとこの頭の輪郭からちょっとはみ出てくると思うんですよね。なるべく収めた方がいいかなっていうことで S スメをおすすめしています。反対側の左テンプルのヘビの目にはこちらはゴールドのラインストーンですね。同じくサイズは SS です。このブラウンデミのフレームとゴールドのラインストーンが近い色味をしているので、とてもバランスの取れた仕上がりになっています。ちなみにこちらハマってるレンズブラウンなんですけれども、これは以前に本店が作った動画で説明したと思うんですけど、超光レンズになってます。室内では透明なレンズなんですけれども、表に出て紫外線を浴びるとブラウンになる。なかなかねこれも使い勝手のいいレンズなので、レンズも含めてカスタムするのも面白いんじゃないでしょうか。続きまして同じウロボロスの C3 番ですね。こちらの C3 番はクリアのフレームになります。昔のこのクリアの透明なフレームっていうのはちょっとね黄みがかかっているというか、ちょっと濁ったというと言い方悪いですけど、そんな色味だったんですよね。でも最近のこのクリアの生地っていうのはすごく透明度が高くて、そのまま透明なレンズ使っても綺麗なんですけれども、カラーレンズがとても映える仕様になると思います。今回のこのウロボロスの C3 番、こちらはモンキーフリップのオリジナルカラーレンズのベイパーウェーブっていうレンズが入っています。下側がピンクで上側がグリーンというかブルーというか、ちょっと変わった組み合わせになってまして、他のメガネ屋さんではまず見ないこの色の組み合わせだと思いますので、こちらもおすすめです。色がね薄めなんで、今写ってる写真よりももう少し薄めに仕上がるので、普段使いとしてもねとても使いやすいと思います。そしてこちらは左テンプルのヘビの目にはグリーンのラインストーンを入れて、胴体の部分ですね、ここにバーンアウト加工がしてあります。バーンアウト加工はフレームの表面だけを高温で炙ることによって、表面一層だけこう焼き目をつけるというか、そういったカスタムなんですけれども、クリアの場合は若干こう表面が焦げるというか、この写真にあるようにちょっと茶色っぽく仕上がるんですよね。ただこの茶色も透明がかった茶色というか、カラメルのような、言葉で言うのはちょっと難しいんですけど、またこれもねちょっと面白い表情が出ますので、おすすめのカスタムではあります。こちらのお客様は尻尾の柄の始まりのところまで全てバーンアウトしてほしいっていうことでしたので、本当にこの蛇の鱗のような仕上がりになったと思います。反対側の蛇の瞳にはレッドラインストーンを入れることでアシメトリーな雰囲気も出しています。ちなみにこの左右のラインストーンの色はレンズカラーに合わせてのチョイスだったと思います。これもなかなかインパクトある仕上がりになってますね。続いては最初にお話ししたフレームと同じホルスの C1 のブラックなんですけれども、こちらはたまたまなんですけれども、テンプルの目の中に入れたラインストーンの色味が最初にお紹
介したものと同じ仕様になっています。右側がレッドのラインストーン、左側はブルーのラインストーン、それに加えてフロントの右上部ですね、そこに3つブラックのラインストーンを入れてあります。サイズ違いで流れるようなデザインで入ってます。そしてフロントの左側ですね、これは下側なんですけど、ここの部分にも2つブラックのラインストーンが入ってます。黒いフレームにブラックのラインストーンってそんなに目立ちはしないんですけれども、とてもまとまりのある仕上がりになりますので、これは僕も自分のフレームではやってるんですけど、おすすめのカスタムです。そして5本目、こちらはウロボロスの C1 番ブラックデミのフレームになります。右側デンプルの蛇の瞳にはレッドラインストーンを入れて、胴体の部分にこれはコーク加工っていうものをしてあります。コークっていうのは炭のことなんですけれども、炭の表面のようなちょっと一風変わった質感が出る加工にはなるんですけど、これも蛇の鱗のちょっとザラザラっとした表情を出すためにこういったカスタムをしてあります。反対側も同じですね。蛇の胴体の部分に右と同じようにコーク加工をして、目の部分にはこれはホワイトのラインストーンが入ってます。この写真はたまたまキャッチが入っててゴールドにも見えるんですけれども、両目とも同じホワイトのラインストーンが入ってます。次の写真だともっと白く見えると思うんですけど、こんな感じですね。こちらもコーク加工した部分とノーマルのブラックデミの部分、そこの質感の差が面白い仕上がりになってると思います。最後にこちらのウロボロスの C2 番ブラウンデミのフレームなんですけれども、こちらはテンプルのヘビの胴体の部分が全てパラサイト加工がしてあります。右側はパラサイト加工にゴールドの色を入れました。とてもインパクトある仕上がりになってると思うんですけど、こちらのカスタムはヘビの目にラインストーンを入れてないんですけれども、このパラサイト加工をすることでとてもねインパクトある仕上がりになってます。ちなみにこちらの反対側のテンプルなんですけど、左側は色を入れずにパラサイト加工のみしてあります。もともとこのブラウンデミの生地の色が濃い部分と黄色がかった茶色も混じっているので、このゴールドのカラーリングがとても相性よく仕上がったと思います。反対側の色を入れてないノーマルのパラサイトの部分もとても蛇の鱗のような表情をうまく再現していると思います。ゴールドが入ってすごい派手なんですけど、とてもまとまりよく仕上がっててかっこいいと思います。以上6本のカスタムを見ていただきました。いかがでしょうか。参考になったかとは思うんですけれども、今回の動画はここまでになるんですけれども、来週も6本ほどカスタムの作例を紹介したいと思いますので、そちらもぜひお楽しみにしていてください。そしてこちら、今回もご紹介したような作例がいろいろと載っているモンキーフリップのカスタム専用インスタグラムアカウントです。ぜひこちらもフォローしてカスタムの参考にしてみてください。本日の動画は以上になります。いろいろとね作例をお見せしたんですけれども、面白いなと思っていただければぜひグッドボタンを、そして今後も続きますモンキーフリップサルチャンネル、面白いなと思っていただければぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた来週メガネカスタムのすすめでお会いしましょう。ホルスとウロボロスの作例紹介です。面白い作例もねいっぱいありますので、ぜひお楽しみにしていてください。それじゃあまた、バイバイ。